大学生活でできることを全て糧にして自分自身の可能性をどこまでも広げたいと考える。旋盤の資格取得、アイスホッケー、フォーミュラーカーの製作、そして海外留学など、彼の学生生活は体験の連続だ。地球復活や地球温暖化などのエネルギー環境問題への対応を目指し、再生可能、自立分散型電源、温暖化防止、流通経済の維持という4つのキーワードを結びつける研究として、再生可能バイオマス由来のアルコールを燃料とする定置型、移動型、転用可能な汎用高効率アルコールディーゼルの開発に関する研究をしています。たくさんの経験をし、人との関わりを大切にしてきた彼、 SDGs につながるエネルギー環境問題を学び、未来の社会を輝かせるに違いない。